久保さん早いですねおはようございます、まあ、僕の元にも相談来てましたねちょっとこれから風呂入ったらやりますけどまああのー、二極化の正体うんまあ確かに久保さんが言うとおりあれですよね、まあ、二極化の正体に行く前にあのー、周りの周りのなんだあのー、5人を割った年収が あのー、あれみたいなねお風,お風呂は行っちゃいましたね <laughs> あのー、嘘ですね、まあ、言葉は変わるし言葉は進化するっていう話じゃないですかねもはや久保さんも周りにいてます <laughs> まあ周りにね、まあ、ご近所、まあ、一軒家でご近所でいると思いますけどその周りに今いるだろうし、まあ、僕も 隣の人とここ5年いてますけど隣の人挨拶したことないですね。<laughs> うんう。まあ単純にあれじゃないですか。あのー、うん。シェアできるかっていう話ですね。だから昔と今が違うのは本質は変わってないんだけど使えるものが変わったって話ですね。 例えば、あのー、伝え方が変わったって話ですね。例えば、まあ、あのー、牧原さんのね、世界に一つだけの花とかね、ツモローこの世界に一つだけの花ももう何百万枚売れたらしい、ツモローもミリオンはいかなかったけど、80万枚ぐらい売れてんじゃないですか岡本麻代さんの。うん。あと、ザード、ザードの負けないでとかね。負けないでっていう。 なんか、そんなにすごい歌詞かっていうと、負けないでですよ。た分負けないでとかも、どうですかね、24時間テレビとかでもたま、多分結構、トゥモローと負けないでとか、あれですよね、マラソンしてるときに多分流れる曲だと思うんですけど、うん、あと、愛は勝つとかね。古いですね、久保さん。え、これってなんか、すげえ歌詞なのかっていうと、愛は勝つ。んとか、うん、負けないでとかね。 負けないでどんな時もみたいなね。負けないでの歌詞どんな感じだっけなうん。このパステルカラーの季節に恋したっていうのはまああれかもしれないですけどね。負けないでもう少し最後まで走り抜けてどんなどんなに離れてでも心はそばにいるわ追いかけてはる遥かな夢を。何が起きたってへっちゃらな顔して。うんまあちょっと予習者はね。 まああのコピーがさえ渡るところはありますけどまあ歌のタイトル負けないで,ですからねだからその伝え昔はそのなんだろうなう歌手デビューして CD にして CD にしないと多くの人に広められないっていうのがあったんだけども今っていうのは個人がこう発信できる時代になって別にその レーベルに所属しなくても CD 出さなかったとしても別に YouTube でねあの自分の,あの歌をシェアして有名になった人いるわけですよこれはまあ一つの事例を言うならば56年前ですかねウルさんっていう人がいるんですよであの僕 Facebook やってた時にね、まあ、このウルさんっていう人を見つけてかいろんな人をカバーして歌ってたんですよ まあカラオケではないですけども、まあ、カラオケ。まあ、ベースとしてはカラオケなんだけど、自分の世界観を出して、で、カバー曲をバンバン出してたんですよ。これ100本ぐらい出してたんですね。で、僕、それをすげえ見つけてね、そ,、まあその時ちょうど YouTube めちゃめちゃリサーチしてて、まあ、音楽もそ、まあ、いろんなものを見てたんですよね。で、そのたま歌,歌のジャンルでは、ウルさんっていうのを見つけて、で、Facebook でね、それをシェアしてたんですよ。めっちゃいいよ、みたいな。そしたらね、 あのめちゃくちゃゃくいいいですよみたいなねじゃあウルさんどうなったかっていうとうまあそのブログとかも読んだんですけど、まあ、全くの売れない時期もあったりとかして試行錯誤してただ YouTube でこう発信し始めてで結局それが火種になってメジャーデビューして今なんかねすげえその映画の主題歌になったりとかドラマの主題歌になったりとか。 もうすで、チャンネル登録者数ももう100万人いくのかな、ウルさん。でも、ともとじゃあ、あの、YouTube ですからね、この人。ウルさん。ウルさん、今、ど、どんぐらいんだそう、まあ、昔、1年前か、その TBS のドラマで、テセウスの船っていう、そ,その主題歌にもなりましたし、今、ソニーのね、 あのー、なんか C M てき、CM に適用されたりとかしてますけど、今71万人ですね。僕、ウルさんが、な、ウルさんが数万人の時ですね、多分。5、6年前なんで。5年前だったと思うんですけど。うん。うん、5, 年5、6年前ですね、これ。このカバーを歌ってた時。あ、7年前か。 まあ僕が発見したのは5、6年前だと思いますけど、ずっと YouTube で発信してて、で、結局それがね、支持されて、で、このウルさんの最後のね、あの、ワンマンライブ、そのメジャーデビューする前のワンマンライブが、僕はそのね、これ、覚えてるのが、この、この本をね、 僕は出筆してた時なんででですすよよ年前ねでこの本を出筆しながらウルさんの曲を聴いてこの本を出筆してたんですよ。でね、すごいなと思ったのが、まあ、一応僕応募したんですけど、この本が一応その3月30日、あのー、先行販売みたいな、まあ登録、アマゾンに登録とかね、まあ、そんな感じだったんですよ。で、そのウルさんが3月30日に最後の公演をすると。 でそれを応募したんですけどむあの、落選しましたけど、すごくないですか <laughs> なんかこ、そのウルさんを聞きながら書いてて、そのウルさんもメジャーデビューするみたいな。でも僕も本出すぞみたいな話なんですけど、で、いおあのお、同じ日だったんで、なんか運命を感じたんですけど、まあ今、すごいもう売れましたよね。だからその、 まあ昔はその CD を出さないとって話でしたけど、今は別に自分で個人で発信して、えー、そ,れそういうふうな、なんだろうな、できるようになったわけですよ。まあ、うるさい以外にも他にもいろんな事例はあ,り、ま、あると思いますよ。ただ僕がもう一番もう間近に見,た,見てきた、目の前で見てきたというかねうん、一つの成功事例かなと思いますね。要は、う なんかそのシェアするっていう話ですよね。で、今は、CD とかも結構、まあ、レーベルが CD を作ってね、まあ、こう、配ってるわけなんですけど、本質はシェアなんですよね。自分の歌を多くの人に伝えるため、CD という形をしかなかった、昔はね。うん、まあ、インターネットなかったですから。で、その後 CD の後に、 まあネットでもね、iTunes とかでもね、いろいろネット配信っていうのが始まって、で、これが逆転し始めたと。だから今は CD じゃなくてネットで聞く、YouTube で音楽を聴くとかね、あのー、なんだ、サブスクでえ聞くとかね、Amazon Music で聴くとかね、まあ、ちょっと時代が変わってきましたけど、うーん、まあ、本質は変わらないんじゃないかなと思いますね。そのシェアするってことですね。自分の 聞いてもらいたい、シェアしたい、それを何に載せるのかっていう話で。うん。だから今はね、まあ Facebook にもデフォルトでシェア機能もあるし、YouTube にもデフォルトでシェア機能っていうのがあるわけですよ。だからそもそも、なんだろうな、僕がじゃあウルさんのね、えー、曲をね、5、6年前ね、まだ全然売れてない時ですよ。まあほとんど知らない。 チャンネル登録もまだ数万人、10万人いってなかったと思いますけどね。で、その時にいいなと思って僕はシェアしてました。他人の歌ですよ。他人のコンテンツですけど。でもまあ YouTube にシェア機能ありますし。<laughs> まあた、なんかね、そのまあ自分でそのコンテンツを作っていくっていうのも、だからこの、ちょっとまだ今ね動画アップロード中なんですけど、この前その、 YouTube でねいい話を聞いたわけですよ。YouTube 大学でいい話聞いてあこの話とこの話合うなってことで僕はその,その動画を紹介する動画を撮ったわけですよ。<laughs> まあ、そのどうやってその情報発信していくのかっていうそのからくりというかねその、まあ、お手本っていう部分でね、まあ、今度はドリームアカデミーアドバンスセールスするんでその,なんか、まあ、あの補足として作動画撮ったんですけど。 うん、だからなんかね、難しくないと思うんですよね。うん、それをやるかやらないかっていうか <laughs>、だから久保さんが最後、まあ、言ってましたけども、いいなと思ったら、自分がいいな、まあ、そのお,お花畑ですよね、まあ、自分が綺麗だなと思ったら自分でとどめるのか、それを1人でもここ良かったよとかね、なんだろうな。 まあ久保さんおせっかいとかね、なんかそういう言葉にしてましたけど、いいと思ったものを伝える。それは悪いことなのか、もうおせっかいで悪いことなのか、僕はそうは思わないですね。うん。百歩譲ってですよ、ピンポンピンポンピンポン、あれよかったんだよ、あれよかったんだよ、あれよかったんだよ、それはちょっと迷惑になるかもしれないですよ。だけど、YouTube とかネットで配信するっていうのは、別に、相手がね、見るか見ないかっていうのは選択できるわけですよ。 でもでもピンポン出しだと、まあ、ピンポンするとしていくと、なんかもう、それはあれじゃないですか。ちょっと違いますよね、概念が。だから僕は別に YouTube で、あのー、なんだろうな、あのー、ガンガン発信するとかね、全然おせっかいではないと思います。だって、それを見るか見れないかは、相手の選択になんで、うん。どん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 いいなと思ったら、シェアすればいいだろうし、 うんそれをシェアする動画撮ればいいしブログ書けばいいだろうしだから情報発信ってできるんですよでじゃあじゃあ吉田さん自分のコンテンツじゃないですかじゃないでじゃないじゃないですかみたいなね言われるかもしれないですけど僕の事例で言うならばそのフェイスブックでねそのウルさんの曲をあのシェアしてコメントがもうついてたんですけどねめちゃめちゃいい曲ですみたいなねでその面白いのはそのコメントで あの、AKB の好きな、僕のお客さんで AKB 好きな人、AKB っていうか、SK なんだっまあ好きな人がいて、そのアイドル系好きな人がいるんですよ。で、そのコメント欄に、吉田さん、この曲もいいんで聴いてみてくださいみたいな、シェアし、し、コメントでシェアし始めるとかね。<laughs> シェア、でもシェアの連鎖が起きるんですよね。コメントに動画が書いて、あのリンク貼ってあって。で、まあ結局、その、じゃあ、そのね、その、アイドルのね、アイドルの、 あ動画をシェアしてコメントでシェアしてくれた僕にまたシェアしてくれた人はどうなってるかっていうと今稼げてるんですよでその人も YouTube やってるんですけど今チャンネル登録者数が何もだその人まあ、ずっとやってるんですけどパソコンオンライン今ねチャンネル登録者数がオンライン 今、うん、あえて出てこないな。パソコンオンライン TV か。あ今、4万8000人行きましたね。もうちょっとで5万人ですよ、久保さん。パソコンレッスン TV です。パソコンレッスン TV。はい、パソコンレッスン TV ですね。はいまあ、この人、もともとノウハウコレクターだったんですよ。うんだけど、 まあもう毎日、まあこの方との音声対談ありますけども、まあ毎日動画投稿してますね。まあ今もチェックしてますけども、毎日あも,もう習慣化なってるんで、まあ絶対一日一本は必ず投稿してる感じですね。4万8000人。で、これアドセンス広告収入が今多分30万ぐらいですね。うん。そう。まあ動画も結構あり,ありますから。うん。で、あと回ってる動画は、 何十万回回ってるやつあると思いますね。二十五万回回してますね。二十五万回、二十四万回、二十三万回、二十二万回、二十二万回、十九万回、十六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 万回、十五万回、十三万回、十三万回、十二万回、十一万回、十一万回、十一万回、十万回、十万回、十万回、九万回、九万回、九万回。まあまあ回してるやつ、まあまああります。で、動画もいっぱいあるんで。うん。そう。 じゃあ、じゃあね、じゃあこの人のじゃあ一番回してる25万回のね動画、どういう動画かっていうと、Windows 10、音が出ない場合の対処法です。わかりますじゃあ、この Windows 10の、ね、音が出なかった、ね、なんか音消えたぞってなった時に、1人でそのじゃあ問題解決したとするじゃないですか、いろいろ調べてね。じゃあ,あ、自分の問題解決したで終わらせるのか、あれ、待てよと、これって他にも、 同じような悩みあるんじゃないかなと。自分の悩みっていうのは多分他の人にもあるぞと。じゃあこれ自分が今解決した方法を YouTube でシェアしようと。作ってシェアしようと。やり方シェアしようみたいな。ですよね。まあそう思ってシェアするのか、まあビジネス的にシェアするのか、まあその考え方は違いでもやってることは一緒なんで。うーん。そう。 あと、24万回回してるタイトル。もう一つね、これね。Windows 10無線 LAN、有線 LAN でインターネットに接続する方法です。もう一度言いますね。Windows 10という OS で無線 LAN、有線 LAN、インターネットに接続する方法です。え、ネットの接続方法です。まあ、久保さんのコピペ動画3万回みたいな話ですよね、うん。インターネットに接続する方法ですよ。どうすか。<laughs> じゃあ、この、 これがめちゃくちゃすごいことなのか、誰にもできないことなのか、この動画を撮ることは不,不可能なのか、多分可能なんですよ。だって接続してるじゃないですか、みんな、大体。うん。なんか接続の仕方って、まあ調べればわかるだろうし、まあやってきただろうし、うん。なんだろうな、経験知識、経験がなくても調べれば出てくる情報ですよ。 だから自分が発信しようと思えば発信できる。じゃあこの人しかこの方法をシェアしてないのかっていうとそうでもなくて他の人も多分ネットで検索すればブログとかでいっぱい出てくるだろうでしょうね。そのネットの接続方法なんつうの。うん。もはや説明書とかにも書いてないですかそのモデムとか買うと。接続方法って。うん。まあ要はそれを何だろうな。 発信できるかどうかっていう、シェアできるかどうかっていうのは、まあ、めちゃくちゃ大事なんじゃないかなと思いますけどね。うん。はい。まあ、ちょっとなかなかなりましたけど、うーん。本質は変わらないと。はい、昔から、うん。ただ、あの、僕たち、あの、昔は一部の人しかできなかったけど、今は誰でもできるようになったと。 なおかつさ,さらに収益化もそれできるぞと、すごい時代ですよね。うんはい行ってらっしゃい。